はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、国際協力で活躍している方、もしくは活躍してこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速始めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、国際協力の中でも今ピースウィンズジャパンでネパール事業で整形工場のプロジェクトをされていらっしゃる山口さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、自己紹介いただいてもよろしいですか。ピースウィンズジャパンの山口奈々と申します。ネパール事務所で働いております。私自身は20代は建築家として日本で働いてきました、はい。で、30代になって一級建築士を取ったのをきっかけに、海外の方でコンサルとか NGO の方で国際協力の方に携わらせていただきました。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ちなみになんですけど、そもそも海外とか国際協力とか、そういったところに山口さんが興味を持ったきっかけって何だったのかなっていうのをお聞きしたくて。何だったんですか。国際協力に興味があったっていうよりは、海外に興味があったっていうのがまず最初で、っていうのは、私が長崎出身で、出島もあるし、そんなに海外に行くことに抵抗がない家族と地域に生まれたっていうところですよね、はい、それがまず一つと、もう一つは父親の仕事の関係で2年間アメリカに住むことがあったんですよね、はい、それが大きいきっかけですかね。なるほど。アメリカに2年間行かれてたのって、はいはい、いつ頃だったんですか。私が8歳から10歳8歳から10歳に2年間住んでたんですか、はいはい、アメリカのどこにいらっしゃったんですか。アメリカのマサチューセッツ州のボストン。そうなんですね、はい、めっちゃいいところじゃないですか。めっちゃいいところなんですよはい、アメリカのそこにいた2年間って記憶あります。私はすごくあって。あの妹は3歳下なんですけど、全然ないらしいんですけど、私はもうすごい衝撃でしたね。なるほど、はい、実際アメリカ行ってみて2年間住むわけじゃないですか、うん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 、どうでした。私すっごい静かで人見知りだったんですけど、うんうん、はい、だから母親がすごい心配してたんですよね。この子海外でやっていけるのかなって。でもなんか私が意外と一番のびのびしていたっては聞いてますね。なるほど、じゃあやってみるもんですね、はい、そしたらやってみるもんだと思いますねなんかこの子に合わないかもって思う方もいらっしゃるかもしれないけど、はい、向こうに行ったら変わる可能性もあると。そう、旅をさせようっていうやつですね。でもそこから建築っていうところに僕うまく紐づいていかなくて。あ、それは全く紐づいてないですちなみに建築は昔から好きだったんですか。建築に興味があったっていうよりは、はい、静かだったんで、はい、とりあえず一人で黙々と何かをするっていうことが好きで、うんうんうん、特に図工とかが好きだったんですよね、うんうんうん、でなんか後から聞けば、はい、私の祖父が造船所でこう図面を引く人だったとか、うん、私のいとこが家具職人になったとか、うんうんうん、いろいろつながりは後では分かるんですけど、はい、その時は特に接客業とかじゃなくて、私は多分こう黙々と何か机に向かう仕事が向いてるだろうなと思って、はい、そういう仕事に就きたいなと思ってました。そうなんですね、はい、それで大学とかも建築学科みたいなところ選ばれたってことですか。最初は高校の時点では、はい、高1の時は何もイメージがなくて、うん、その時に先生に相談したら、はい、君が子どもの時、うんうん、なりたかったものは何だいって聞かれて、はい、すごい先生やなそれすごい静かな、もう全然目立たない先生だったんですけど、すごいな、なんかその先生の一言で、あ、はい、そういえばなんか私忘れてたけどものづくり好きだったと思って、うんうん、多分これやらないと後悔すると思って、はい、とりあえず美大とか行ってみたいなと思って絵を習い始めたんですよね、はいはいはい、どこ入るにもやっぱデッサン必要だっていうのは分かったんで、はい、なので美大を目指してとりあえず実技を、はい、なるほど、ありがとうございます、うん、じゃあそれを通して大学っていうところに関しては建築学科ですかね、うん、美術学部、そうですね、建築科ですね美術の下に建築あるんですね。そう、でも多分ヨーロッパとかだと、はい、そういうところが、あ、そうなんだ、初めて知った。私が出たところは東京芸術大学なんですけど、はいはいはい、そこの大学だけですね、日本で。面白い。大学だけですか、大学院も行かれるんですか。大学院も行きました。あ、そうなんです、はい、じゃあ6年6年、建築のことを学ぶわけじゃないですか。どんなことを学ぶんですか。ちなみに大抵工学部の建築学科は最初に一般教養があるんです、はい、あ、そうですよね、はい、僕もイメージ工学部かなと思ってたんですけど、はい、違うんですよね。美術学部なんで私はそれで、はい、数学とか物理が嫌い
合い。いやいや、もうダメ。絶対あかん、あかん。あかん、違う、違う。アプローチが違う。そう、アプローチが違うんですよ。アプローチがいつも違うんですよ、普通の人と。びっくりするぐらい違うから。だから今、いろんな紆余曲折あって、いろいろネパールにいるってところがあるんですけど、いつもやっぱりアプローチは確かに違いますね。うんうんうん、でもその6年の中で、海外とかと接点ありました？他の生徒の人はやっぱり海外留学とかって結構、あるんだ。交換留学もあるし、はいはい、かなりみんな大学院に行ったら留学する人が半分くらいはいたと思います、うん、え、山口さんも行かなかったんですか？私は逆に早く大学卒業して働いて海外行きたい、はい、まず1回はもう私小さい頃に海外行ってるので、はい、2年間行かれてますもんね。なのであとは私4人兄弟なんで、はい、なるべく早く仕事したいなと思ってたんですよね、早く自立したいと思ってたのが先だったので、はい、そこは特に留年せず、はい、留学せず。旅行とかは行かれました？海外旅行とか。海外旅行は最後の最後にご褒美としてヨーロッパ旅行に一人旅で、はい、大学院卒業する前ですか？卒業するときに修了制作っていうのをしたんですけど、はいはいはい、作ってで評価も全部終わった後に行きました、なるほど。その時にもうバッともう見たい建築を見に行くっていう、そうなんだ、はい、じゃあヨーロッパ行く目的も建築を見に行ったんですね。建築を見に行きました。すげえな。それ1ヶ月ですよね。1ヶ月ぐらい行きましたね。それはどこ行かれたんですか？私は最初スペイン、フランス、スイス、イタリア、4カ国結構行ってますね。はい、あの大学院の時にみんなこう留学してるので、私が卒業する時にまだみんな留学してたんで、そういうことか。友達の家をこう転々としながら、はいはい、あ、すごいいいですね。はいはい、お金もないので、はいはいはい、そこで費用を抑えたり、ね、でそこで情報を仕入れたり、友達のその生活、留学っていうのどうなんだろうっていう、こう垣間見たり、はい、でそこの生徒どうなんだろうってもう言ったらこう見せてもらえるので、うんうん、なるほど、はい、実際ヨーロッパで1ヶ月間行かれるわけじゃないですか、うんうん、一番印象的に残ったことってあります？一番印象に残ったこと、全てが素晴らしかったんですけど、うんうん、スイスで日本人の建築家集団の方々が結構前に建てた集合住宅があるんですね。そこの集合住宅に行った時にすごく、スイスってなんか長屋が多いらしいんですけど、長屋日本にも多分あるのでそこがマッチしたのか分かんないんですけど、そこに住んでる人たちがすごい大切にすごく心地よさそうに住んでるのを目の当たりにして、で私こうノックして一つお部屋に入らせていただいたんですけど、それはもう住んでらっしゃる方ですもんね。そうです、住んでらっしゃる方 で私もそれ、その留学してる友達とか旅行した友達に、あそこのおばさんだったら家の中に入れてもらえるよって教えてもらって、もうそういう情報があるんですね。やっぱり建築って中入らないとわからないので、まあ、できたら個人住宅って中でどう生活してるのかっていうのを見るのが一番の醍醐味なので、それがもう見れるのはあそこのおばあさんしかいないみたいな感じで見に行ったら、でも私のその先輩がその、私の前に行ってたんですけど、その人の名刺が置いてあったりとか、やっぱり一人一人の出会いを大切にされてるおばあさんで、その人がここの住宅で私は主人と子供と生活して、今は一人だけどすごい幸せに生活してるっていうのを聞いて、国関係なくこうやって人の幸せに携われるっていうのはすごい幸せだなと思いました。なるほど、そうなったわけですね、じゃあそれで終わってきます。でも大学院卒業する時じゃないですか、進路的にはどう考えたんですか？私は多分最初小学校の時にアメリカ行ったのが大きいだと思うんですけど、その時に思ったのが、日本のことを知らないで海外行くのって結構大変で、日本のこと聞かれるんですよね。いや絶対聞かれますよね。日本どうなんって。でもその時に答えられなかったんです、小さい時は全然日本のこと勉強してないし、勉強嫌いだったんで、なのでまずは日本の仕事の仕方とかを知りたいと思ったんですよね。で日本のできれば最新というか、なるべく大きい建物を建ててる会社はどういう段取りでやってるのかっていうのを見たいなと思ってたんで、まずは大きめのこうゼネコンに入って働いてましたね。でそこで働いていて、そこからなんかまた転職されるんですか？本当はまあその会社で海外に行けたら一番良かったんですけど、いろいろな条件が合わなかったり、私もやっぱり日本の働き方ってまだその時はゼネコンも、まあハードな部分もあったので、だいぶ多分昔よりは良くなったと思うんです、体調も崩したりとかなかなかついていけなかったんですよね、なんかもう少し海外に行きたかったし、マイペースに自分の好きなことをできないかなと思って探してる時に、私の大学の時の同級生のお父さん、でそのお父さんも同じ芸大出身だった
たんですけど、はいはいはい、その方の事務所で大きいベトナムの案件をやっていて、はい、ハノイテクノロジーソフトウェアパークっていう、はい、IT 系 の、 あの村の集合都市計画みたいなのをやってて、それやっててちょっと人が必要だっていう風に聞いたので、うんうんうん、そこでベトナム料理美味しいしベトナムなら住めるかもしれないと思って、はい、あとは私の親友がベトナムの街並みの歴史とか、はい、そういう保存事業とかそういうので結構ベトナムに行ってたんで、その子からの情報もあって、はいはいはい、そうなんですね。あのすごい興味はもっともっと持ってたので、はい、ベトナムに対して。なるほど。え、じゃあ実際ベトナムに住んでそこ一緒にやってたみたいな感じなんですか？そうですね、私はどっちかというと建設というよりもまずは計画段階の時に1年ちょっといただけなんですけど、うんうんうん、設計のお手伝いと、はい、現地の法律に従ってそのおせっさんと接触したりとか、はい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 、そういうところで、で日本の事務所があるんですけど、ま、毎回来れないので日本の事務所の意見とかプランの計画とかをお客さんに説明するようなお仕事でした。うん、そんなことしてたんですね。はい、ありがとうございます。ってことでこの動画では山口さんが国際協力に興味を持ったっていうきっかけから、まあ、大学院時代何してて、その後卒業して何をしてたかみたいなところをお伺いしたんですけど、はい、まあ、次の動画では開発コンサルとして働かれてた期間もあると思うので、はい、そこの部分のお話をお伺いしようかなと思います。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。